こんにちは。いやー今日は降ってます。真っ白です。いやー来ましたね、雪が。ざっと今日は3、40センチ見ましたね。今の現在の温度が朝10時マイナス2度3度ですかね。いやでもね、こうやっぱりね、今近年降る雪っていうのはこう粉雪、まあ今日はやっぱり粉雪、ただ若干水分入ってるあの雪なんですね。ちょっと若干重たい雪です。じゃあそんな時に小型でも詰まらずにできる非常に人気の除雪機、今日はご紹介ですね。ユキオさんが今ご紹介しまして、今回ヤマハブルーのヤマハスノーメイト YT660EDJ ヤマハナンバーワンのトップセールスの除雪機のご紹介ですね。お願いします。はい、エンジンはもちろんセルでかかります。無断変速でございますね。 HSP ヤマハさんの特徴としては、なんといってもそのベタ雪を飛ばせる、そしてシャーボルトが飛ばない。さあ今日は僕がこの歩道を除雪したいと思います。小型の除雪機、これは 61.5cm の幅になってますけども、やっぱりこの小型でやりたいとなると、その通学路とか道路とかそういったところですね。はい、まあやりながら行きましょう。まず高さ調整しますね。はい、これはまあどこのメーカーも付いてます。はい、電動シューター、これも付いてますね。 HSP 裏積み大変速ライト、さあ行きます。こういった狭い場所の除雪、やっぱりいろんな意味で使いやすい。なぜ置くかいいかというと、こういう状況下でボルトが飛ばないのがいいですね。ボルトが飛ばないで、今かなりのベタ雪です。もう10時半、ちょっとまあ水分の含んだこの雪を問題なく飛ばせる安心な状況でこの歩道トレースできます。でもしこれが隣の家だった場合は即時下に向けられる、はい、真下にも向けられますから。これでもいいですね。飛ばせる場所があるんだったらこう飛ばしていただきたい。はい、次はね、駐車場も駐車場なんだけど、下が砂利ね、こういう砂利がいっぱいあるところでこのヤマハスノーメイトは活躍できるんですね。ここから下みんな砂利入ってますからね。行きますよ。かなり下から書いてはいますけど、まあ砂利の駐車場をやるときの特徴としましては、あまり下から書かないね。あまり下から書かなければこう石を飛ばす心配ありません。あるいはね、ボルトが切れる心配ありませんので、この高さ調整がここのダンパーでワンタッチでできます。好きなところで、これ高く、これ低く、旋回も非常にスムーズです。軽いです、ね、ハイブリッドとかの必要ないですね。もう機械自体が軽いですから、そんなに重さは感じません。もう形、女性でもまた問題なくできますね。
グレーシングともに当たりました。これがガリッと当たりました、ね、だけどこの状態で通常こういうのが入るとボルトが切れてしまうんですけど、これエンジン止めます。本当はこれエンジン止めますよね。このシャーオーガボルトが切れてないんですね。これがヤマハさんの特徴ですね。まあガリガリと言ったんだけど、なんともあります。このフランジの部分が中でこう逃げます。それ以上の衝撃が来た場合はこれが折れますが、今見事にこの当たってもこれを飛ばさずにここにいてくれてる。この回転が緩むようになっております。回転数ですかね、回転数が緩みます。まあ、ハンクラみたいな形になってボルトをそれ以上切れないような形になるんですね。はい、この高分子ポリマー今見てください、全く雪がついてません。これですね、これは水分を含めば含むほどよく飛びます。これがジェットシューター、詰まりません。いきます。今パッと止めたり回転数を突然止めても全くここに張り付かずに、これだけの今もう雪玉ができますね。ほらね、こんな状態、この状態の水分の厚みにかなり入った雪を、いいですか、いただいた通り全く詰まりませんね。ここね、必ずエンジン止めて